タレントの東野幸治が MC を務めるフジテレビ系ワイドナショー日曜午前10時が21日放送された同番組でかつて MC を務め性的行為強要疑惑を報じられたダウンタウン松本人としと松本に女性を紹介したと報じられたスピードワゴン小沢和孝の活動自粛について取り上げた 写真、松本人氏は、外堀が埋められてきている、弁護士語る吉本工業所属で松本の後輩、今田工事は、ニュースやネットでも、松本が加害者となった状態で話しているような、裁判で結論を出してもらった上で話したいとコメント、報道内容については、表現とか、僕が知っている人たちじゃないくらい、おどろおどろしい、気分が悪くなるもの、とし、実際に接している松本らとのギャップに困惑していた。